はい、こちらは、東京競馬場です。本日はネギステークスを、西山トラックマンに予想していただきたいと思います。よろしくお願いしまよろしくお願いす。します。さて、ネギステークスメンバー見てどういう印象ですか？そうですね、結構、本番を見据えていいメンバーが揃ってきたなっていう感じですね。そうですね、まだね、そこを見せてないような馬も、いますし、あと一応、今、土曜の午前中撮ってますけど、ちょっと数レース見てどうですかね、印象は。そうですね、結構ね、なんつうのかな、冬場の重たいダートっていうイメージがなくて、中間ちょっと湿り気があった影響か、なんか走りやすそうなイそうメーですジがあって、ね。1レースなんかみんな440キロとか10キロとか、軽い馬でもみんな来てるし、そんなに重い感じはしないような感じですね。じゃあ、それを踏まえて、本命を教えてください。私はですね、7枠13番のやっぱりレモンポップをお命しました。前走武蔵野ステークスで敗れましたけど、2着に負けましたけど、はい。その前、もう4連勝した、この府中の 1400m っていうのは本当にベストの舞台で、もう本当にワンサイドで4連勝してきましたからね。で、前走も負けはしましたけど、本当にもう横綱相撲っていうか、成功して、本当に抜け出して、鼻差ですからね、もう本当、この舞台に。で、前走って結構中1周とか、距離延長もあったし、いろいろなんかこう、チャレンジする部分が多かったんですけども、今回は結構レース感覚が空けて、ゆっくりいい感じですし、すごく落ち着いて仕上げこれたし、それに、あれですね、やっぱりこの舞台ももう良くなりますからね。なんかいかにも狙いすました一そ戦っうていですう感じね、ですここはね。もう落とせないっていうか、勝ちたいところですね。それで相手は、相手はその武蔵野ステークスで、レモンポップを差し切ったギルデッドミラー。ここに来てダートの才能が開花したという。そうですね。今日の馬場だったら本当にこの馬の切れ味が一番高いかなっていう感じですね。レモンポップのスピードを取るか、ギルデッドミラーの切れ味を取るか、そんな感じがしますね。本当、1004という距離も、1000にもこなしてるんで、それほど、折り合い面とか考えてもそれほど苦にするとは思えないし、で、この馬もやっぱり、6歳牝馬ですし、本当、フェブラリーを狙ってきてると思うんで、この馬もやっぱりいい形で本番に結びつけたいと思うんで、この馬もいい仕上がりで出てくると思います。じゃあ、どちらかというと一騎打ちムードというような雰囲気ですか？そうですね。ただ、結構注目してる穴馬っていうか、すごくはいっぱいいて、4歳のやっぱり石油バトルくらい、やっぱりユニコーンステークスの2、3着馬ですね。これはもう最近の近況を見てもすごくいいですし、で、府中の、やっぱり府中も合いますし、そうですね。4歳世代はね、ちょっとダート強いそうとでいすうね。ね、話もありますし。だからここは、ノーマークにはできないですし、で、結構、あれなんですよね、武蔵野ステークスから、とかチャンピオンズカップでしたね、それから巻き返してくる馬がいるんで、アドマイヤルプス、これも府中の専用になって巻き返してもいいし、で、タガノビューティー、これもブリンカー着用、やっぱり府中は走りますし、やっぱりチャンピオンズカップよりか全然府中の方が走るんで、このブリンカーが結構効いてくれば、この距離でもすごく面白いと思います。ありがとうございます。僕の本命なんでありがとうございます。そうですね、結構、じゃあ、別に決して2強ムードというわけではなく、食い込む馬も。そうですね、結構3連単系は結構面白いような感じがします、馬券的には。じゃあ、馬券的には一応2頭中心で3連単という。そうですね、3連単。で、ちょっと相手に面白い馬が来れそうばですいいなね、という。花芽を狙ってみてみたいな感じですね。すみません、ありがとうございます。失礼します。